はございます。大財伝言集英語コーチの中尾真です。今朝もこれから明日のビジネス英語勉強会横浜へ向かうところです。今日のテーマはですね、テッドから、いかにこう発明と遊びっていうものがつながっているかということで、その遊びの大切さ、楽しさっていうところの、大切さでしょうか。皆さんこう開発系の方は、そうですね、特許に関わる関連をされている方ぐらいでしょうかね。あとは皆さん、そうですね、営業系であったり、エネルギー系であったり、そうですね、商社関連、あとはメーカーさんもいらっしゃいますね。どういった形でこう発明といいますか、そのいろんなものを作り出す、クリエイティブなところへつなげていくかというところ、それぞれ身近なことでもありますので、どんなものをご自身がどういうふうに考え新たに生み出していくかっていうところをもうしっかりと持っていらっしゃるんじゃないかと思います。そのところ、ご自身はどのようにされているのか、日本のこう社会風土とか文化的なものとこう発明っていうところ、ノーベル賞も日本は多いですけれども、その基礎研究の分野における彼らのこうこれまで受賞された方々のこう歴史なども合わせて、背景なども合わせていろいろディスカッションしていきたいと思います。それではこれから行ってまいります。今週も頑張っていきましょう。